東京芸術大学大学美術館は東京都台東区上野公園の東京芸術大学美術学部校内にある美術館である。東京芸術大学の前身である東京美術学校以来のコレクションや歴代、卒業生の作品などを収蔵展示している。東京芸術大学美術学部の前身は日本美術復興運動に取り組んでいた岡倉天心。 アーネスト・フェノロサラの尽力によって1887年に設立され、1889年に開校した東京美術学校である。開校当時の教官には、橋本学法、川端玉将らがおり、初期の学生には、横山大官、下村勘山、菱田俊荘ら、日本の近代美術史上著名な人物が揃っていた。東京美術学校では、 伝統美術の復興を目指す岡倉天心の教育方針もあり、学生の参考資料として、開校以前から古美術品を収集していた。さらに、美術学校としての特性から、歴代教官の作品、学生の卒業制作、文部省買い上げ美術品などが2万9000件以上収蔵されている。東京美術学校では、 収蔵品を展示するために1929年に赤レンガ作りの陳列館1935年に白壁、瓦葺吹きで城郭風の正木記念館を建設した。正木記念館は1901年から1932年まで校長を務めた正木直彦を記念して建てられたものである。これらの展示館は1970年。 東京芸術大学芸術資料館という名称で一般向けにも開館し、展覧会開催中は学外の人も自由に観覧できるようになった。しかし一般公開されるようになったとはいえ、これらの展示館はスペースも限られ近代的な美術館の機能を果たしているとは言い難かった。1998年に芸術資料館は 東京芸術大学大学美術館と改称。翌1999年にミュージアムショップやカフェテリアを備えた新館が完成した。また、これと前後して1994年には、茨城県取手市の取手キャンパスに取手文館が設置された。大学美術館では、大学自体の収蔵品の展示公開のほか、様々な特別展を開催している。 映画業、過去現在映画業国宝、除の前1936年、憲本着災 233cm141.3cm、展覧会会期以外は閉館。開館時間、休館日、料金その他の利用案内は、公式サイトを参照のこと。ありがとうございます。